はい、どうも、パチオです。えー、今日の本題に入る前に、えー、知ってる方もいるかもしれないですけどね、あの、今日の昼に、あの、初めて、あの、ツイッターのスペースというやつに入りましてね、あの、シェリングさん、まあ、今、アカウント名シェリおじさんですね、えー、と、初めて会話することができました。 なん、えー、でかっていうとね、僕がね、あのー、昼過ぎ、朝、どうだろう、7時半ぐらいから、昼過ぎ、昼の12時半ぐらいまでね、あのー、休憩なし、ぶっ通して仕事してたっていうこともあって、で、そっから1時間半ぐらいね、あの休憩兼昼ご飯ということで、休憩していいよっていう話になってたんですね。で、それで、まあ、飯食って、 まあちょっと、うつらうつらしてる時に、まあツイッターをチラッと見たらね、あのスペース開いてるっていうのが見えて。で、まあ十数人しかいなかったんですね、その視聴者がね。で、その中で <laughs>、あの僕も入ってったら声かけられて、あ、このタイミングで行くしかねえなと思って。で、入ろうとしたら設定がね、あのマイクがオンになってないっていう状態で。だから、 あのマイク設定にだいぶ手間取りましたけどようやく喋ることができてねやっぱ大人ですねあのー、落ち着いてる感じがしてまあ僕はすごい好きなタイプですねあのー、やっぱ普段ね現場でもねあんまり人間の言語が通じなさそうな人がねいる中で ね、仕事してますからね、他の職人さんはあの結構ね、いい人たちばっかりなんだけど、自分とこの会社のね、人のしゃべってる言語がなかなか怪しいんで、まあ、そういう意味ではね、あのやっぱ落ち着いた大人との会話というのは、すごい <laughs> いいもんなんですよ、僕の中で、普段しないから。ね、お客さんとしゃべる時ぐらいですかね。 だからすごい楽しかったです。で、実はね、夕方もね、やってて行きたかったんですけど、まあ、それはね、まあ、車運転して帰ってる途中だったんで、断念しました。ということで、今日の話題なんですが、えー、動くのか動かないのか、ずっと黙ってたんで、あの、僕も正直ね、動かないんじゃないかっていうふうに思っていた、 富士の話題さんがね、えー、動き始めました。というかもう動き終わったというか、価値格状態で出てきました。あのー、正直ね、こういう人が一番怖いっすよ。あのー、下手な洞喝とか、する人間よりも、こうやって、 あのー、俺はやる気ねえからって言って隠れてたんだけど、それが出てくるっていうことは、もう終わってるんですよ。正直。えー、っとねー、だから僕、どこかなと思ってたんですよ。その、本当にやる気になったのはどこだろうと思ってて。<laughs> まあ、おそらく、その、本当にもうやるぞっていうのは決定したのは、あの、レディーっていうね、あのー、タイトルのあのライブ放送だったと思うんですけど、実は僕はその前から割とやる気だったというか、もう呆れてたというか、だと思ってるんですよね。あのー、まあ、 ね、その、なんやかんやのやりとりがあったときに、その、何かしらの激輪に触れたんだと思うんですよね。で、僕にはね、まあそれが何なのかはわからないんですけど、まあ僕の中では、あのーうん、一番呆れてたのは、その、自分たちのとこのリスナーの管理、<laughs> をどうこうみたいな話をね、あの、向こう側はしてきてるわけじゃないですか。で、その、まあ、それに対して、じゃあ、あんたらのとこはどうなんだよっていう思いがあったのと、で、それにもかかわらず、あの、被害者ムーブで自分たちに、その、危害を加えてきてるっていう、状況が腹が立ったんだと思うんですけどね。で、 おとといぐらいからね、その、まあ、富士の話題さんのツイッターアカウント、英語で短文がね、えー、っと、It's not yet time?、えー、今はまだその時じゃないっていう感じかな。で、その次の日、It's too late. もう遅いえー、っと、これはもう完全にね、 あの手続きその他もろもろが終わってる感じですよねここで優しさを見せるのか見せないのかはちょっと正直ね僕には分からんすけどこういうタイプの人がもう動き出したら最後までとことんやるっていう風だと僕は思ってるんですよねあのー、まあ僕もねあのちょっと心配してたんすね あの戦うのかその閉じこもるのかまあそれは好きにしても構わないと本人の自由だと思うんだけど <laughs> そのまあ会になって喋らないっていう選択もあったと思うんだけどねだからそうなった場合にやっぱりその自分たちまあ同じような時事系をやっていたわけでそのファン層 がね、そのかぶったりするからやっぱそのチャンネル登録者の減少っていうのもあったしでその一方的にやられてそれを知りませんって無視し続けるのって時事系やっててダメじゃんそのそれをあの面白くじゃないけどそのつまびらやかに明らかにしていくのが時事系だと思うんだよねでそれをやらないってことはやっぱりその登録者とか減るっていうことには。 ななっちゃうかなと思ってたであの僕ツイッターでねちょっとあの画像付きでツイートしてるんですけどあのまあ富士山の話題に対して、ね、あの北斗の件でさ「無抵抗主義の村」ってあったじゃないですか。<laughs> あのラオウが攻めてきた時にねそのなんかニコニコ笑顔で迎えて「おこいつらこいつらなんだ気持ち悪い」って部下が言ってるんだけど。 それでね、あのー、ラオウがそこの村行って、まあ、最終的に、その村長をね、ごちっと殴って、<laughs> それで村長はお亡くなりになり、その村は蹂躙されるわけですけどね。もし戦わなかったら、きっとそういう状態、まあ、ぶ <laughs> ん、まあ、殴られて死ぬことはないにせよ。 まあ好き放題叩かれて、蹂躙されてっていう状態だったと思うんですよね。だから、それがきっと我慢できなかったから戦ったと思うんですよね。で、僕はね、もう一つ、あの、同じようにね、画像を上げてたんですけど、えー、何の画像だったか、皆さんわかりますかね僕は、あの、その画像をね、 あのー、プライドだったかな、あのー、長嶋ジエンオツ、雄一郎 VS 青木真也の戦いですよ。あの最後ね、KO する膝蹴りがヒットした瞬間の写真なんですけど、要するに今、そういう状態ですよ。あのー、すごいね挑発受けててもう 何もしてこないもんだから価値格だと思ってなめてタックルに行ったところに膝蹴りが入ったっていう今の状態っすよいや痛快だねあのー、僕はねどっちかっていうとこうやってわワッワ騒いじゃうじゃないですかだからあんまり良くないんだけどできればねこういう蜂のひと刺しみたいなね かっこいい慶応劇を見せれればいいなと思うんですけどだからおそらくもうもう最後までやるつもりだと思うんですよねまあ興味深く見守っていきたいなっていうか俺今回この動きがなかったら日曜日にこの話するつもりだったんですよ その残った時間を使って、そのライブ放送20分ぐらいでちょっとね、自分のしゃべりが終わる予定だったんで、その後10分ぐらい使って、この富士山の話題をするつもりだったんですけど、まあ、それよりもね、早くあの動いたんで、ちょっとそれは、あ,あついに来たかと思って、いや、なんか最近、やる気満々だったじゃないですか、その動画の内容がね。 ちょこ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 擦ってたりとか。だから、あ、これはっていうのは思ってたんだけど、相当早かったよね。うん。<laughs> で、あのー、口ばっかで何もしてないで、下手な挑発ばっかり繰り返してるとこういうことになるぞっていう話だと思うんですよね。<laughs> あのー、 怒怒ららししちゃいいいけない人を怒らしたんだと思いますよ正直ね。で、大体いい普通の人は、なんかわーわー言われたってその、その都度その都度反撃できないんですよ。<coughs> ある程度のとこは我慢する。まあ、それこそね、そこでわーわー言うやつってのは、大体弱いやつですよ。まあ、僕みたいなもんです。 そういう、ね、ピーピー言ういいいいねピピ言やつってのだた弱いんですよほらあのブリーチとかでも言ってたでしょあまり強い言葉を使うなよ弱く見えるぞってね <laughs> アイゼンのセリフだっけあったじゃないですかもうやめ,ますやめましょうよって平和的に解決しましょうよって言ってる人間がこうやってもうやるぞっていう姿勢を見せてるってことはもう止まらないと思いますよ まあそういう覚悟があってやってるんでしょうねいつぞやに極刑覚悟してた人もいますしねまあ信者の方も多分覚悟してたんじゃないですかまあ覚悟してるんだったらいいですよあのジャイアンに従うスネオみたいな連中ばっかじゃないと思うんでまあその覚悟をね皆さん見していただければと思いますはい終わりにします以上パチオでしたバイバイ